こんにちは、ゲジラ頭です。今日の話はニワトリ殺して食べましょう。ペコちゃん、警部生になりたいね。はい、行きましょう。違うです、今年食べませんよ。今年は助けてみます。はい、行きましょう。タンパク質を食べたよ。助けましょう。今から真面目です。冗談終わりです。今日の話はニワトリのバンブルフット死流症直してみます。ニワトリの病気です。あなたの心がちょっと弱いだったら、もし血が見るとき気持ちが悪いだったら、このビデオを見ないのがいいです。来週のビデオを見てください。じゃあ行きましょう。最近ニワトリの足がおかしになってお見えました。インターネットで情報を探しました。バンブルフットの病気ですを分かりました。痛いかどうか分かりません。まだちゃんと歩けるみたいですけど、何もしないと病気は大きくなります。そして危ないです。だから何かしなければいけない。獣医師を知りませんから、自分で治さなければいけない。ニワトリの足、石鹸とブラシでちゃんと洗って手術をスタートします。硬いです。日本語でちゃんと分かったら、ブドウ球菌です。この硬いものが出さなければいけない。
白色ものです。取らなければいけない。全部出したかどうか分かりにくいですけど、頑張りました。
まだちょっと残っているかもしれませんから消毒をつけます。後でクリームかけます。あとは包帯をつけます。毎日変わります。ニワトリちゃん、お疲れ様です。後でナメクジ探してみます。一週間の後です。硬いところがなくなった。包帯をつけるのがちょっと上手になりました。今日終わりです。質問があったらどうぞ。いつも下手くその日本語すいません。頑張ります。ビデオを見てくれてありがとうございます。チャンネル登録したら嬉しいです。またよろしくお願いします。